対戦しないチームと対戦する際のポイントといえば何でしょうか。まあどうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。なるほど。さあそのデータを有効に使うことができるか。レフト鈴木、センター荻野、ライトマーティン。西川が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目。インコース打ちました。いい当たり、ファーストの横抜けました。先制のランナー、早々に予想外の降板となりましたマリーンズベンチ。一塁に先制のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのはボルシンガいコースに送ってストライク。入れてきました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。ファウルになります。ボールになります。見逃して三振です。ワンアウトです。マリーンズピッチャーが変わります。一塁に先制のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは岩下。最初は変化球できました。ボールになります。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ボールになります。一塁牽制、一塁はセーフ。内へズバッと投げ込んできました。併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの鈴木打ちました。グラブが届いた。二塁送球アウト。ファインプレー。ここはピッチャーが変わります。一塁に先制のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは酒井。
初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、左中間に落ちました。三塁へ送球、カープチャンスになります。ティーンズピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは唐川。初球は何から入ってくるか、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、カープ1点を先制しました。レフト前へのタイムリー。ティーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは東条。さあまず1球目、まず変化球決まってワンストライク。いいまっすぐですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ここはあっという間に追い込んでいます。外の低め見極めます。空振り三振、プレッシャーをかけ、マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは田中。初球打ち、左中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています。レフト、マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは増田。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。見送ってストライク、ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、セカンド取った、2アウトになりました。インズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは松永。
インコースストライク。見送ります。これは内へ外れます。まっすぐで空振りを取ります。2ボール2ストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回カープ三者もやはり西川、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。ここはフライになっています。中村抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。まずはワンアウトを取っています。初球大きく外れています。目は何で来るか。インコース外れてボール。ボール先行です、まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど、そうですか、まあ、ここは1球は待つでしょうね。なるほど。さあバッター打ちました。よく取った。アウト。スーパープレイ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。ご覧いただきましょう。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いや、バッターはね、狙ってましたね。そしていい当たりもしたんですけどもね、本当によく取りましたね。打席には3番バッター鈴木。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー二木、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。日産、この辺りいかにピッチャーを打ち崩して引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。鈴木が抑えてスリーアウト。カープはご覧のようなオーダーとなっています。西川が打席に入ります。さあマリーンズはエースが登板ということになります。さあそのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。打ちました。サード取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは涌井、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。日産、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。2球目打ちました。中村、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番鈴木。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。初球は何で来るか。アウトコース、空振りです。
改めてお聞きします。バッターボックスの鈴木、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打に。2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入ったー。先制ホームランです。カープ、初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。カープ1点を先制しました。1対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですか。まあ、どうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。なるほど。さあ、そのデータを有効に使うことができるか。レフト鈴木、センター荻野、ライトマーティン。バッターは西川。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は何から入ってくるか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。持ってきましたが外れました。ボール先行です。低いところへ決めてきました。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー二塁です。